ハーフタイム代表の磯田です。まずはじめに本日のカンファレンスにご登壇いただく皆様、スポンサーになっていただいた皆様、そしてお忙しい中ご聴講いただいている皆様にこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございます。本日、明日のカンファレンスに延べ400名ほどのお申し込みをいただいております。ハーフタイムは約1年前にサービスをリリースしたばかりのスポーツビジネスに特化をしたスタートアップとして 主に採用・ PR、の支援ををオオンライン・ンラライイフ組み合わせてて行っておりますまずは私からの挨拶としてカンファレンス開催の意義をお伝えできればなと思います。前回はレアル・マドリードさんやエ c シバロセロナさんなどの登壇者を招き世界5カ国をつなぎオンラインカンファレンスを開催そして今回も素晴らしい日本人の登壇者様に加えて スポーツビジネスの最先端を行く海外の登壇者様にも参加いただいております。なぜこのような海外の方々も招いたカンファレンスを行うのか。一言で申し上げると、スポーツビジネス界でグローバルに戦える日本人を増やしたいと考えており、そのためにまずは海外の最先端の情報を日本の皆様にお届けしたいからです。ではなぜグローバルに戦える日本人を増やしたいのか。 私はもともと日本で生まれ育ち、新卒で入社した会社も日系企業の日本本社で、英語を使う機会がほとんどない環境で仕事をしていました。その後、直近となる前職は、スポーツビジネスに特化をしたイギリス系のヘッドハンティング会社のシンガポール法人で、日本人スタッフは私だけ、社内、クライアントともに、全く日本文化のない環境でビジネスを行ってきました。 その時に私自身は日本という島国で特殊な環境価値観で育ってきたことを実感し環境に適応できずに文化の大きく異なる社内外の人たちと深い人間関係が築けず苦しんだ時期がありましたそこで強く感じたことは日本で生まれ育った人がグローバルに活躍するためには語学の習得よりも語学を習得した先にある壁 それを乗り越えなければならないということをまざまざと実感しました。そして私自身が考えるその壁とは日本の文化、価値観を客観的に見て欧米、アジア各国の文化、価値観をまずは理解しグローバルないし各地の価値観に合わせたコミュニケーションを柔軟に取ることでした。そのような自身の苦い経験も踏まえてまずは 海外の情報をもっと日本の皆様に届けていき、海外をより身近に感じていただくことを目標に、このようなカンファレンスを実施しています。また、グローバルに戦える日本人を増やすために今後、人材の育成事業も新たに行っていきます。スポーツビジネス界で活躍したいという思いとともに、英語力を伸ばしたい、あるいはすでに語学を習得しており、 グローバルで活躍する能力を身につけたい方向けに学びの機会と人との出会いの機会を提供したいと考えております詳細の情報はハーフタイムメディアで今後発信していきますのでもしご興味がある方は今後当社をフォローいただければと思いますハーフタイムは今後もスポーツの価値を高めるためにリスクを恐れずグローバルに事業を展開していきますので引き続きどうぞよろしくお願いいたします以上私からの挨拶とさせていただきます